箱。箱の上に乗っけてますね、りーちゃんね。かわいい、かわいい。今日おとなしい。かわいい。え？普通にかわいい。そいちゃん、そのポーズ得意だもんな。ね。依頼者かわいそうですよ。寝てんのにね。訴えてる感あるけど。めちゃくちゃ訴えてんから。終わり？感動の再会は？え、ないの？マジで？え、え、え、それはちょっと話が違うんじゃねって。それはちょっと話が、ちょっと話が違うんじゃないですかねって。話が違いますね。行くぞってリリカーって。じゃあランドセル置いてきな。ダメダメって。認めない。何このマックは。ダメよって、認めないよって。認めないらしい。じゃあ帰るのし。大丈夫言って。進まないと。でもマックとそうちゃんと鉢合わせしちゃうんじゃない？早く持ってきて。カバン置いてきて。下でいいから。あれ行っちゃうのって、ダメダメって、ダメダメって、りんちゃんじゃダメよって。あ、閉められたって。閉められたぜって。お話ししましょうって。姉ちゃん、姉ちゃんお話ししましょうって。はい。姉ちゃんのお話って何ですか？ん？お話は何ですか？お話。昨日響が学芸会でしたよって。うん。響何やったか知ってる？そうちゃん。武士。武士って。え？孫悟空？もうピキって折る、そこって。折った音聞こえた。ピキって音聞こえたんだけど、これだけ。そうちゃん、孫悟空知ってますか？何それ？何それって。知ってますか？知らねえって。シネプー。シネプーって。そうやってうまいのって。うるさいよ。うるさいよ。うまい。恐れちゃうからね。うん。あれ、プレイ君が今日は死んだので。そうだ。マクロン散歩行きましたかって。そうちゃんはじゃあ朝は何？どこ行ったの？やってない商店街？商店街通ってない。商店街行くと朝でも動かなくなっちゃうでしょ。あ、朝は動くよ。朝動く？朝やってないもんね、商店街ね。何乗ってるんですか、こっちゃん。はい、嫌がってる。こっちゃん、今ダメですね。あの耳になんかつけてすぐ怒っちゃう。大きな目が出るって。そうちゃんはあの